皆さんこんばんは。俳句作家の上野貴子です。上野貴子の俳句 TV、今週は俳句の朗読をお届けいたします。お気づきでしょうか。今オリジナルの、曲が流れているんですけれども、私がですねこちらの花のよりという、オリジナルソングを、ピュアメドレーというメロディーですかね、ピュアメロディーという作曲活動をされております鈴木圭先生という方に、オリジナルの、こちらの曲を作っていただきました。花のよりという曲なんですけれども、4月の17日でしたかね、出来上がってまいりまして、これからねバックミュージックに、使わせていただきたいと思いますので、皆さんも、覚えてください。歌詞がね俳句になっております。流れておりますので何気なく、バックミュージックに聞きながら、お届けしたいと思います。それではですね、今日の俳句の朗読なんですけれども、まず、最初は、10年間のアーカイブからご紹介したいと思います。2001年から2010年の4月23日今日の一句です。2001年4月23日月曜日晴れ、なし叫ばアトランダムに赤ワイン、なし叫ばアトランダムに赤ワイン。2002年4月23日火曜日曇り、別れ時もレンズの曇る朝クリア、別れ時もレンズの曇る朝クリア。2003年4月23日水曜日晴れ、箱庭に灯る椿の2つ3つ、箱庭に灯る椿の2つ3つ。2004年4月23日金曜日晴れ、新しき森の梢に風光る、新しき森の梢に風光る。2005年4月23日土曜日晴れ、さえずりに砂糖の甘さ朝のティー、さえずりに砂糖の甘さ朝のティー。2006年4月23日日曜日曇り、乾杯のワインに4月終わりゆく、乾杯のワインに4月終わりゆく。2007年4月23日月曜日曇り、コーヒーに花の溶けゆくカフェオーレ、コーヒーに花の溶けゆくカフェオーレ。2008年4月23日水曜日晴れ、春の蚊の羽のか細く朝クリア、春の蚊の羽のか細く朝クリア。2009年4月23日木曜日晴れ、ペチュニアのパラソル開く4月陣、ペチュニアのパラソル開く4月陣。2010年、4月23日金曜日雨のち曇り、川風の音雪解けの水に聞く、
川風の音、水、雪解けの水に聞く、以上が、10年間の4月の23日、今日の一句なんですけれども、いかがでしたでしょうか。今日の一句はですね、春の句ということで、難しい言葉はそんなになかったんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと最後私がね、分かりづらかった、読み方が分かりづらかったかと思いますが、2010年4月23日金曜日の句ですね、川風の音、雪解けの水に聞く。川風の音、雪解けの水に聞くという、句が2010年の、俳句日記の、句なんですけれども、これは雪解けというのが、春の季語になります。雪が解けて、川の音がね、こうせせらぎの音が、これまでは凍りついていたような、音だったんだけれども、さら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 と流れるような音が聞こえてくる、珍しい音が聞こえてくるという、句なんですけれども、あとはですね、言葉ではそんなに難しい言葉はないと思うんですね。別れじもというのが少し聞き慣れないかなと思うんですけれども、これは別れじもっていうぐらいなので、これで霜がね、もう降りなくなる、この時期が霜の最後だという意味なんですね。俗に、88夜の霜っていうふうによく言うらしいんです。88夜というのは、もうすぐ5月2日前後ぐらい、ちょうど立秋から数えて88夜目っていうことらしいので、5月の2日ぐらいの予定なんですけれどもね、そのくらいゴールデンウィーク前後になると、そろそろ、霜も終わりますよというようなことで、別れ霜という言葉を、昔からね、使っているんですね。日本人らしくて風情がありますよね。それから他にはですね、分かりづらい言葉ってそんなになかったと思うんですけれども、春の蚊という句がありました。春の蚊の羽のかぼそく朝クリアという句がね、あったかと思います。2008年の句なんですけれども、春の蚊というのがあるんですね。ちょっとあったかい日と寒い日が、これぐらいの季節だとこうコラボというか交互に来ますよね。それであったかい時に案外こう蚊なんか早めにこう出てきたりする、蚊というのは普通ですと夏に出てくるもので、季語としても夏なんですけれども、春の蚊というふうに、季語にもなっておりまして、春も竹縄になってくると暖かい日には、蚊も出始めるというような意味なんですけれどもね。そんなところで難しい言葉はさほどなかったかなと思います。今日の4月23日の10年間の句でした。それでは次にですね、いつも通り、美術雑誌 BM のミニエッセイをご紹介したいと思います。BG をまた聞いていただきたいと思います。バックに流しますので、聞きながらこちらのミニエッセイの方も、お聞きください。それでは、お茶のお話。88夜の茶摘みの頃を過ぎるとすぐに夏がやってきます。この頃摘まれたお茶がその年の新しいお茶、新茶や走り茶と呼ばれています。この新茶はもちろん緑茶なのですけれども、日本ではよくお客様にお茶をお出しする際に粗茶でございますと言いますが、あの粗茶とは緑茶ではなく別の種類のお茶なのではないかと私は長い間勘違いしていました。煎茶や番茶、粗茶、緑茶と
普段何でもなくお茶に対しての呼び名はたくさんあるのですが、どれも品名のことではないと徐々に分かり、ソ茶という呼び名は何の種類にでも構わずソ茶というのですから、お茶の謙譲語で敬った言い方をする場合の言い方だったのです。我が家でもソ茶と言いながら缶には玉露と書いてあったりする。確かに無意識に使っている日本語の難しさに違いありません。ところがこの他にもまだ抹茶というお茶があるではありませんか。お茶といえば今度は抹茶のことを言う場合があります。同じように緑茶の茶葉から作るのですから、それはまさしくお茶です。お茶を習うとかお茶のお稽古などといえば、普通は抹茶を言います。この抹茶、最近では緑茶とブレンドされ、簡単に濃い茶として飲まれるようになりました。市販されているお茶によく抹茶入りという表示を見かけます。しかも抹茶ラテや抹茶オレといったちょっと新しい組み合わせが流行っています。グローバルな時代の風潮でしょう。とても美味しくおしゃれな感覚です。スイーツにもこの抹茶入りはよく見かけます。甘さを控えた大人のお菓子には最適なわけです。私も抹茶ラテをゼリーで固めて簡単な冷やし菓子をよく作ります。老若男女誰にでも好まれて、とっても美味しいお菓子です。綺麗な緑茶に含まれているこのビタミンとほのかな苦みが夏の暑さを追い払ってくれるのかもしれません。そこで一句、新茶国言い訳一つ酔いの雨。新茶国言い訳一つ酔いの雨。高子。以上が BM のミニエッセイでした。いかがだったでしょうか。今回はお茶のお話なんですけれども、88夜というのが、5月2日に、やってくるんですね。その頃を迎えますと、日本では新茶が美味しい季節ということになるわけなんですけれども、そろそろね、スーパーなどね、ちょっとこう気をつけて見ておりますと、垂れ幕に、新茶とか今年のお茶なんていう、垂れ幕とか出ておりまして、こう山になって、売ってますよね。こう山売りで葉っぱが、緑色の綺麗な、新茶が、そろそろ出回っていると思います。その走り茶というふうに俳句では言うんですけれどもね、走り雨なんて言いますよね。ちょっと早め、88夜よりちょっと早めの今ぐらいからもう走り茶というのが出始めていると思います。それから、もちろん新茶というのが今年の新しいお茶のことなわけなんですけれどもね、お茶はもう日本人には欠かせないものなので、そろそろね、いろんな街角で、垂れ幕、旗を新茶という緑色のね旗を見かけるのではないかと思います。それでは続きまして、おしゃべりケーキ物語、いつも通り、こちらから、やはりねミニエッセイをご紹介したいと思います。待ちに待ったいちご姫の到着。4月は春も竹縄、春風にぴったりないちごのタルトを作ってみたいななんて思い、思っているだけじゃなくて、これを本当に作ってしまうには一体どうしたらいいんだろうと考えました。まず最初に悩むのがタルトの生地のクリームです。チーズクリームにするか、それともカスタードクリームにするかです。これは大問題となるわけなのですが、いくら考えても結
結局はどちらも捨てがたいので、カスタードチーズクリームのこってりと凝った特製私のオリジナル自家製クリームを作り出してみようと思うのでした。さてさて、これは優雅やすし大変です。いつもの行きつけのお気に入りのケーキ屋さんからヒントを得たこのチーズクリームカスタードクリームを混ぜ合わせたカスタードチーズクリームには手間をかけただけの味わいがあります。この手間のかかる少々手の込んだクリームをお手の物にしてからは、私が自己流のクリームもプロ顔負けなのだ、大した腕前だと、我ながら大いに満足している次第なのです。しかもケーキの代表ともいえるいちごを使うのですから、これはやっぱりカスタードチーズクリームのこってりと凝った特製私のオリジナル自家製クリームケーキにチャレンジしなくてはなりません。そろそろ春も竹縄だし、ここで一つ春らしくケーキの女王様であるいちごを使ってカスタードチーズクリームの可愛らしいタルトケーキなんぞをどうしても作るぞと私は思い切って決意したのでした。さて、このいちごのタルト、なんといっても可愛らしさの秘訣は赤いいちご。いちごは大きすぎず小さすぎずの甘そうな粒の揃ったものを選ばなくてはなりません。静岡から栃木や千葉と産地もそれはそれはいろいろ豊富、いちご摘みに出かけたくなるくらいです。とは言ってもケーキの果物探しにそこまではしていられません。いつものスーパーでおいしそうなパックを選ばなくてはならないのです。ところが今年はなんと意外な失敗をしでかしてしまい大慌てだったのでした。ケーキの女王様であるいちごを使うのはこのところ久方ぶりのせいだったのか、いつもなら何のことはないいちご選びでびっくりするほどどうにもならない見込み違いをしてしまったのです。最後の最後に可愛く出来上がったタルト生地の上にさあいちごを乗せましょうとしたところ、なんと肝心ないちごが足りないのです。あのスーパーで選んだパックのいちごが粒もそこそこ大きくも小さくもなく、揃ったいちごがどううまく乗せても敷き詰めようとしてもケーキのタルトの型の上に半分ぐらいにしかならないのです。どうしよう、この自家製のいちごのタルトはぎっしりと丸ごとのいちごが敷き詰められたように乗っているのが私流の出来上がりのイメージなのに、ああそれなのにこれではデコレーションできないし全然足りないと、こんなに苦労してカスタードチーズクリームのこってりと凝った特製のオリジナル自家製クリームを作り、あとはデコレーションのみというところで、どうしたものか、準備したワンパックでは到底足りないのです。不思議なものですね。しばらくいちごを使ったケーキを作ることがなかったのです。ですからそこでまるでクマが冬眠でもしていたかのように、久しぶりにまた春が来て、いざ作ろうとしてみると、なんとこのありさま、そういう勘の鈍りってあるものなんですね。仕方なく、もうワンパック買いに、駅前のスーパーまで大急ぎで走るしかなかったわけでした。他にしょうがありません。私はすぐさまそう悟りました。しかし、どうかあのいちごがありますように、あ、神様、仏様、どうかありますように、と拝むような気持ちです。そうして、いつもの駅前のスーパーにやっとたどり着き、果物売り場へ一目散に直行。運よく全く同じものがまだあって、ほっと一安心。どうなるものやらとドッキリしましたが、そんなわけでやっと後からお待ちかねのいちご姫が到着。今月のケーキ作りもこれで一段落。めでたしめでたし。最後の仕上げに冷蔵庫でよく冷やして
いちご姫のぎっしり乗ったタルトケーキの出来上がりでした。つぶつぶのいちごの粒の数いくつ、つぶつぶのいちごの粒の数いくつ、上野貴子。おしゃべりケーキ物語の、4章でした。この4章の時にはいちごのケーキを作ったんですけれども、ちょっとね、丸型の、ケーキで、スポンジ風のこう丸い形でそれをタルトケーキで作ろうとしたんですね。でちょんちょんちょんっていちごが乗ってるだけじゃなくって、ぎっしりと上に敷き詰めよう、これで、あ、豪華だと思って計画して、ワンパック買ってきて、作ったんですけれども、冬の間はそういうデコレーションケーキというのを作らずに、焼き菓子タルトとかそういったあったかめの焼き菓子ケーキを作っていたんですね、この時。で久しぶりにじゃあ上に丸々その生のいちごをぎっしり乗せようって思ったんですけれども、まあこうした大失敗をしてしまったという、エピソードの、ミニエッセイでした。それではですね、もう一つ、今週は、まずですね、今月の一句というこの北陸の昔話という、まあ、お土産本なんですけれどもね、こういった地方地方に売られている地元の、昔話だとかいろんな言われとかそういったものをね、よく本になってお土産本として売ってるんですね。それは今月の一冊ということで、今月最初にご紹介させていただいたんですけれども、なんかねやっぱり一つぐらい中身もご紹介したいなと思いまして、今日は、この中から一番短くて分かりやすいお話を、一つご紹介したいと思います。すごく短い昔話ですので、これは本当に分かりやすいです。ご紹介いたします。北陸の昔話。白山と立山。昔加賀の白山と越中の立山が背比べをすることになりました。両方の山の頂に問いをかけ、水を流して測ることにしました。すると、水は白山の方に流れ始めました。白山は慌てて問いの下にわらじを当てますと、水はたちまち立山の方へ流れ始め、白山は負けずに済みました。それからは、白山の頂上に登ってわらじを脱いで願い事をすると願い事が叶うと言われるようになりました。とこういうですね、白山と立山という山が2つあるわけですね。この北陸の山に、どっちが高いかということで、昔ね神様が、問いを上に乗せて水をそこに流して、どっち方向に流れるかということで、どちらが高い山かを、決めようという背比べがあったという昔話なんですけれども、そこでね、最初は白山の方に水が流れちゃったわけですね。こう問いをこう2つの山にかけたら白山の方にこう水が流れてきちゃった。じゃあこれじゃあ白山の方がこれじゃ負けちゃうと思って下にわらじを入れたわけです。そうしたらそのわらじの厚みだけで、白山にこぼれそうだった問いの水が、立山の方に今度は逆転して、立山の方に水が流れていって、どちらが勝ちも負けもなかったというようなお話で、それでね、これでもう負けそうだった白山が、わらじのおかげで、ニコニコと背比べとしては勝つことができたという、お話らしいんですね。それで、わらじを脱いで、なんとかという
ことわざよくありますよね。まあ、そういったあの昔からのことわざの一つのようなんですけれども、まあ、背比べということで、わらじのおかげで、立山、わらじのおかげでですね、こちらは白山、白山が、わらじのおかげで立山に勝ったということですよね。まあ、このややこしいんですけれどもね、そういった、白山の、背比べのお話というのが、載っておりました。まあ、昔話というのはこういった、ね、神様がなんかいたずらをしたりとかね、なんか神様のおかげで長生きできたとか、そういったお話が、多いようなんですけれども、北陸にもあのたくさんいろんなそんな話があるみたいです。いろいろな地方 の、 あのお土産本っていうのもあの面白いですから、ぜひおすすめです。ご旅行なんかね、ゴールデンウィークありますので、行かれたらあのお土産屋さん見てみてください。面白いと思います。それではですね、ちょっと今日はあのオリジナルソングをですね、もう少しじっくり聴いていただこうかなと思います。少し音を上げてみますね。聞こえますでしょうか？あ、流れてきました。こちらのオリジナルソングなんですけれども、このピュアメロディーというね、ちょっと面白い、作曲活動をされている方です。Facebook なんかでもよくご紹介されておりますので、ちょっとね、皆さんも見てみてください。歌詞がね、俳句でお願いしたんですね。この俳句の番組のオリジナル曲ということで、しっくりとしたピアノ曲が、出来上がってまいりました。もう一つですね、ちょっと皆さんに、告知をさせていただきたいと思います。もう全然先なんですけれども、9月の28日にですね、Facebook を使いまして俳句大会というのをやってみようじゃないかということになりました。どんな方でも、どこからでも、一句、まあ、一句とは言わず何句でも大丈夫ですので、Facebook から直接、簡単に、投句してみてください。イベントページを作ってありますので、そちらにね、ぜひどんどん投句していただきたいと思います。ご旅行の記念だとか誕生日の記念、いろいろなね、記念の一句というのをどんどん投句していただきたいと、思います。皆さん の、 いい記念に、ね、なりますので、俳句とともに思い出が心に残ると思います。このしっくりとしたピアノ曲が、流れておりますところで、それではいつも通り、今日の一句でお別れしたいと思います。4月23日水曜日、春ショール、首にぐるぐる朝の駅。春ショール、首にぐるぐる朝の駅。上野貴子でした。それではまた来週。来週はゴールデンウィークですので、まあちょっと間が空きますけれども、またよろしく。皆さん、さようなら。